枠の中になかなかその2人が入れずに、まあ、ルヴァンカップなどでプレーをしていました。まあ、ウェリントンは今リーグで5得点ですが、ルヴァンカップでも4得点。ここは前でプレッシャーをかけていって、ウェリントン、ウェリントンのゴールで勝ち越しました。2対1、好調ウェリントン、もう今はフォワードとしては欠かせないプレーヤーです。ここバックハウスに対して、ね、クリスかけましたよね。これも高木のトラップが、ね、ちょっと流れたんですね、はい、うん、そこをすかさず見逃さなかったですよね、ウェリントンはね。このファーストタッチが、ね、ちょっと流れるんですね、はい、そこをうまくウェリントンがプレスをかけましたね。まあ、ルヴァンカップの大分戦でもゴールを決めているウェリントンですが、このリーグ大分戦でもゴールを決めました。勝ち越しのゴール、2対1です。3ゴールともプレスですね。本当ですね。今日はもう完全にプレスがキーワードになっています。そうですね、キーワードでありキープレーです。